難しいこの。4あ本当ですか。先生。明けまし ておめでとうございます。いやいや、ちょっと私はじめ、うん、こんばんはで入るかと思ったの。明けましておめでとうございますって言ってって言うから、いやいや、それはなんかフリートークでやるのかと思った。じゃあこんばんは、こんばんは、明けまして、明けましておめでとうございます、ということで始まりました。と言いながらももうあの1月も、はい、3週火曜日2週目は3週目、そうですね、この番組は2回目というか2回目、はい、はい、で今回、ね、はい、はい、そうなんですよ、ね、今回ね、去年最後に出てもらって、はい、そうです、そしてなんとこの MC に抜擢となりました、なりました、ありがとうございます、拍手、いやいやいや、拍手ブリクリちょっとね、はい、誘ってしまって、いやいやいや、大丈夫ですか、いや嬉しいですよ、本当ですか、本当ですよ、そう言っていただければ、ありがとうございます、ありがたい気持ちで、はい、お願いします、はい、まああの、はい、ひかりちゃんにはね、高校3年、うん、高校3年生ですね、はい、今年卒業です、ね、成人式まで、まだ成人まであって、ね、あと2年ですかね、あーそうですか、そうです、年後はどうなってるんでしょうか。マジで楽しみでございます。ご期待で。ご期待して。初老になってるから。初老。まあ今でもそうですけどね。初老って。さて、はい、さてさて。メディアで活動されている、はい、アーティストの方を紹介する1時間の番組でございます。はい。それでは早速初仕事でございます。初仕事。はい、紹介の方よろしくお願いします。したいと思います。はい、今夜のゲストは結城斉藤さんが登場します。自身の生まれ育った栃木県宇都宮市で完結したアルバム夜空に掲げる未完の旗と鼓動が発売中です。リリースツアー、地方イベント、野外フェスにも精力的に参加しています。今年はコンピレーションアルバム企画を立ち上げ、現在プロジェクト進行中です。ということで今夜はどんなパフォーマンスを見せてくれるでしょうか。いやいや、なんか置きに行くような感じ、ね、説明したけど、はい、最後、まあ、見てほしい、はい、ありがとうございます。ゆうきさんはですね、久しぶりにこの番組、あ、この番組の、はい、でまあ、以前はね、ここでレギュラーになってたから、はい、まあ、もう本当皆さんには、おなじみな方だとございますけど、うん、あ、そうですね、はい、じゃあスタンバイの方よろしいですか、よろしいでしょうか、今ちょっと休んでた、全然休んでないです、全然です常にオンです、もう、はい、もう全然大丈夫です。じゃあそれでは行ってもらいましょうかね、はい、はい、じゃあライブの方よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。大丈夫ですか、ね、若干グダグダな始まりからね番組が始まりましたけど、ライブやっていきたいと思います、よろしくお願いします。先ほどね説明していただいた、アルバムの曲から中心にいきたいと思います。聴いてください、シスターという曲です。早く振り向いてねえ、私ここにいるよ、傷つけて私だけにトゲを刺して、今夜指先であなたを探して眠る、一人きり。あなたの唇と甘い言葉と声、私のためにだけ誰にも渡せない、今日の月明かりに吐き気がして、今日も画面越しに笑って、早く振り向いてねえ、私ここにいるよ、傷つけて
私だけに棘を刺して、今夜指先であなたを探して眠る一人きり。私の赤い血も肌も胸も全てあなただけのもので、誰にも捧げない君、星空にも毒を吐いて Follow me、 構ってほしい、すぐに振り向いてこの首に情をかけて傷つけて、この手首に鎖かけて、今夜指先であなたを探して笑う一人きり。私あなただけ、他には何もないの、苦しくて震えるほど情けなくて、今夜指先であなたを怪我して泣いた一人きり。どうもありがとうございます。ありがとうございます。改めまして、栃木県宇都宮市出身の斉藤と申します。結城斉藤という感じでやってますけど、名字は斉藤です。下の名前が結城です。よろしくお願いします。父豊か、母育美から生を授かりまして、早30何年も生きております。皆さんとね、今日はここにいる皆さんと画面の前の皆さんとね、楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。せっかくなのでね、じゃあアルバムからもう一曲いきたいと思います。聴いてください。シンデレラという曲です。抜け出したの巡る街並み、南の城にようこそ、ここへお嬢様。夢のない少女の夢のストーリー、明日のことなどどうでもいい。外は雨降り、夜は星降り、月影の秘密味わう甘い蜜、盗み出したあの鍵でさあ扉開けてよ、始まるあの昇る階段に大きいおすれに落ちこぼしたミルクティー集めた視線、12時を回り動き出すリアル、約束を破り耐えた昇る階段に大きいおすれに持つこぼしたミルクティーを飲ろう、もうすぐ聞こえるお別れの合図、あの悲しい鐘リンガーベル、12時を回り動き出すリアル、約束を破りたいダンス。赤い月明かりお気に入りのドレス、赤い首飾り月明かり反射、動き出したリアル嘘はつけないの、朝が来て告げるシークレストーリーの終わり。
窓から覗き数えた夜に願いをかけてもまるでライカメス本当は幸せ本当に幸せ祈りを届け I wish upon a star 落ちる星くずに祈りを届けて時間が近づく甘い言葉に12時過ぎても解けないこのマジック約束を破り耐えた登る階段に置き忘れに持つこぼしたミルクティーをなろうもうすぐ聞こえるお別れの合図あの悲しい鐘にインガーベン12時を回り動き出すリアル約束を破りたいエンダンス赤い右手のリン輝かない悲劇赤い窓ガラス月明かりの奇跡迷い込んだ名スポットレはしないの朝が来て告げるシークレストリーの終わり助かります。はい、今2曲シスターという曲とシンデレラという曲をやりましてその2曲が入ったアルバム夜空に掲げる未完の旗とこのちょっと言いにくいんですけどね、皆さん覚えて書いてもらえると非常に助かります。画面の前の皆さんもぜひ夜空に掲げる未完の旗と鼓動というアルバムが発売していますのでぜひぜひ僕のライブやら何やらかんやらに来ればね、購入できますのでよろしくお願いします。じゃあ最後に1曲歌います。1曲歌い終わった後なんかいろいろやって面白おかしいトークをね繰り広げていけたら最高かなと思ってますのでね、番組にねお付き合いの皆様最後までよろしくお願いします。それでは最後1曲聴いてください。ゆっくり聴いてください。 NO という曲です。それで寂しいわけじゃない。まだ愛してるって言ったっけ。今は曖昧だって言っちゃって。君は本当は傷ついたんじゃない。それで悔しいわけじゃない。あと何秒待てばいい。血液型誕生石人見知り指輪のサイズ忘れないんじゃない。ずっと忘れられないに決まってる。素直と強がりの距離をいつも測ってる。安心感と自信マイノリティ劣等感とプライド優越カテゴライズ責任感と過信マジョリティ今日は会いたいなんてね。もう愛してるって言ったって
ってすぐにありえないって言っちゃって、あなた本当は気づいてたんじゃない、それで寂しいわけじゃない、まだ愛してるって言ったっけ、今は曖昧だって言っちゃって、君は本当は傷ついたんじゃない、それで悔しいわけじゃない、ウォーウォー、 Yeah、何週あと何回あと何人待てばいい、十二星座イニシャル社交的夢の話、簡単じゃない、ずっと複雑に絡み合って落ちてる、強い言葉で弱い自分をいつも隠してる、 No 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 noNo, no, 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 no. Get.実感といざんぼだらい、見て見ぬふりと個性生かしエンドレス、罪悪感と共存ぼだれす、今は会えないなんてね、もう愛してるって言ったってすぐにありえないって言っちゃって、あなた本当は気づいてたんじゃない、それで寂しいわけじゃない、まだ愛してるって言ったっけ、今は曖昧だって言っちゃって、君は本当は傷ついたんじゃない、それで悔しいわけじゃない、うおうおう、あなた本当は気づいてたんじゃない、それで寂しいわけじゃない、 yeah, yeah. 君は本当は傷ついたんじゃない、それで悔しいわけじゃない、 oh, oh. Yeah, yeah, oh, oh.どうもありがとうございます。最後まで番組楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。この後トークへ行きたいと思うんですが、一旦ここで CM をご覧ください。なんで俺だけ怒られるんだろう。彼女にも愛想つかされるし、今日は帰りたくないな。何もかも嫌になりそうな、あら、どうしたの？ひどいね。つけた顔してるね。もうまっすぐだよ。下向きしてください。あそこで元気もらえるよ。いい湯だったな。ワンちゃんもあそこに行くのかい？明日晴れるような気がした。いらっしゃい。会いたい会いたい、君のその笑顔に、あったかいあったかい、僕らの住むこの街。あったかいな、足立。
の耳に取り込む僕の声あなたの声を聞かせてください。足立区。毎日電車に乗って家と職場を行き来して今夜は久々に千代田線綾瀬ゼロ番線乗り換えて街と会話を交わす忘れていた懐かしい感情を笑顔に出会うたび何かを取り戻したような気がしたあ、お肉忘れたみんなでパーティータイム足立な餃子でパーティーアップみんなでパーティータイム熱々餃子でパーティーアップ一緒にパーティータイム足立でみんながつながって一緒にパーティータイム足立が私を優しく包んでく包んでく小野浩平と申します。27歳です。静岡県の伊東市勤務職7年ですね。田舎に帰って静岡県の田舎に帰って向こうで開業したい開業するってだけの目標で帰って成功するかっていう不安もあるんですけども、まあ、何かしらもっと大きなビジョンを持っていきたいなって思いはずっと思っています。森坂よし子です。介護系をやりたくてここに入っていて入社してから1年でデイサービスができたんですけども現場責任者をさせていただいてまして CAN は自分のやりたいことをすごく尊重してさせていただける会社なので福祉系以外の医療系の資格が取りたいなとそういった資格を取って、まあ、ここで活かせていけたらなと思ってます。名前は舞田純と申します。出身は青森県の十和田市。今これを見てくれている森の方は僕は1年生のそっちかな、もしかしたら僕はそれで3年生でっていう感じ。他の会社と違ったところが開業支援してくれるっていうのを割と前面に出してくれてたんですね。東京でまあ勉強することもできるしそれをノウハウをまた自分の故郷とかに持ち帰ってやることもできるっていう。名前は藤原有沙です。パッチ新店舗の立ち上げから委員長をやらせていただいて一応なんか全部の売り上げが一番多分私は一生プレイヤーでいたいその経営とかなんかそっちではなく一生患者さんと関わっていたい。ノアからあなたへ、あなたから親愛なる人へ。また会いたいよあの場所で君と巡り会えた。また会いたいよいつの日か。もうすぐお届けします。
人と人を笑顔でつなぐ千字でクロスがお送りしております。提供は街に元気を与える教育医療介護の株式会社キャンでお送りいたします。この番組は株式会社キャンネット放送局 C ウェーブ7階ブースからお送りしております。この番組では皆様のメッセージを受け付けしております。千住アットマーク C ウェーブに、メールしてください。また現在ご覧になっていますフレッシュでもコメントが可能できますので、こちらの方こちらの方にも、書き込みよろしくお願いします。はい、改めまして今夜のゲストは結城斉藤さんです。よーイエーイ、ライブお疲れでした。イエイエイ、いやいやいや、久しぶりでございます、ね、はい、ありがとうございます、ね、えこれ入ってますか、大丈夫ですか、入ってますか、大丈夫ですか、はい、4番でございます、はい、うん、OK、ね、はい、まあ、そこら辺もね確認できるこの余裕のね感じがいいな、本当の跳ねちゃう跳ねちゃう跳ねちゃう本当にねえ、はい、ありがとうございます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これで1年ぶりぐらい、1年以上ぶりじゃないですかね。もうそんな経ちます、はい、あ、そうですか。せいさんと連絡は毎月取ってるんで。あ、そうですね。これはあの、まあ、もちろん仲がいいってことなんですけども、はい、実はね、もう こっちから話しようかな、はい、あのこのシーウェーブと同時期に、もう1年ぐらい経ちますかね。もう1年以上経ちますね。経ちますよね、はい、あのネットのラジオ局、はい、J ラジ東京というのがありまして、はい、こちらは、独自のサーバーを使って、まあ、音声配信をしている、まあ、いわゆるラジオ、はいはい、ネットラジオなんですけども、うん、そこでも番組をやってましたね、はい、すいません、やらせてもらってます。いやいやいや、番組名は、はい、結城斉藤の今夜のビートスタジオって昭和感昭和感めっちゃあるんですけど、いやこれね結構ね、あのじゃあ僕聞いてるんですよ、音源村って、はいはいはい、でその時にもうちゃんと それっぽいもう FM っぽいなくなってからおっとか思って作ってるとか思いながら、そうなんですよ、そうなんですよ、ちょっと聞いてみてください、ね、聞いてみます、ね、深夜23時からなんで、ちょっと深い時間、大丈夫、起きてる、起きてます、全然大丈夫、全然起きてるよね、起きてます、大丈夫、ね、起きてるかどうか確認するからな、もう明日から毎日怖い、確認できるんだ、確認できます、確認でいいな、ヒカルちゃんとも実は仲良しなんで、あら、まあそうなんですよね、実は何年ぐらいありますか。いや、まだ1年くらいで、1年くらいですよね、1年も経ってないかなぐらい、そうですよね、うん、じゃそんな密な感じなの、もうじゃあもう本当に本当に LINE 交換してます、ね、マジで、はい、まだしてないのに俺後でしましょう、後でね、まあ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 、まあ、大丈夫大丈夫大丈夫、結構今容赦してるよ、ひかりちゃんに、そんなこういい感じね、こう橋渡しができればね、いい感じね、ここでも橋渡しか、いい感じでね、できればね、飲もう、それは、はいはい、はい、やりましょう、やりましょう、はい、え、きっかけは何だったんですか。きっかけはライブで、そうです、うん、ライブで、お互いのライブは見てたりとかするんですか。あ、見てます、もう見てます、見てます、そうですよね、かっこいいですね、ちょっと小馬鹿にしますね今ちょっと小馬鹿にしてましたね、完全にちょいちょいあるよ、そういうところちょいちょいね、ちょいちょい、あ、最近仲良くなったので、あ、フレンドリーな感じなんですね、そう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 いう感じで、そう出すってそうです、そうなんですね、最初の、うん、あのゆきさんの印象は、はい、本当にかっこいいっていう感じ、あ、まあそうですよね今はどうなんない今はどうなんですね、最初はみたいなまあ確かにね、今ちょっと小馬鹿にしてるの、あ、そういうそういう要素があるの、小バカにするような、全然ないでしょ、そうですね、小バカ小バカっていうか、まあ、年齢の差もあるじゃないですか、まあまあまあ、そこで見て、うん、この人何言ってんだろうっていうところあるかもしれないですよ、でもあの最近若者の間で流行ってることとか、あ、教えてって言われて携帯ゲームはこれが流行ってるっていうのは教えてもらってただ全然ついていけないっていうっていう、そういう状況あるんで、いや、それはわかりますよ、はい、俺はもっとついていて聞いてないから、わかりました、それでもなんとか踏ん張っていくから、そうなんだっつって頑張っていきましょう、若干知ったかもしれないからね、はいはい、頑張りましょう、そう、頑張りましょう、はい、まあそので、はい、もう本当ここ最近忙しい感じでライブを、全然全然すげえ暇すぎて困ってますよ、仕事仕事ください、暇すぎて困ってるんで皆さんお願いします、お願いします、仕事ください、はいはい、そんな感じなんですか、はい、でもなんか昨日なんかでもライブねやってたって話 で、はい、でなおかつなんか2回戦やったって話を聞いてたんですか。昨日ライブだったんですけど、はい、そのあの今風邪インフルエンザとか流行ってるじゃないですか、はい、流行ってますね、はい、キャンセルが出ちゃって、はいはい、もうでどうしてもねインフルエンザで来られても困っちゃうんで、まあそうですよね、まあぶっちゃけそうですね、まあそこの、うん、枠を埋めるために2回出るって自分の分ともう1回出るって、え、それはすごいですね、ゆい君
君が主催なの。そうです。あ、そっかそっか、じゃあそうなっちゃうんだね、はい、なるほど。基本的にほぼ主催なんで。あ、はい、ここまで来ると偉いよ。いやいや結構やってんのよ。そうです、やってないです、やってないです。いろいろやってらっしゃって、そうそう、俺らの時も、はい、俺らもほぼ主催が多かったんだけど、ちょっとしんどくなっちゃって、そしたらなんかオファー来て、楽だなともう行くだけで OK みたいな。そうですね、懐かしいですね。懐かしいですね、いろいろやりましたね我々も。我々ももう3年ぐらい経ちます、それは。もっとそんなことない。何がですか、何がですか。その一緒に行ったりライブでやってたの時っていう3年ぐらい経つんじゃないですか、もう全然。もうそうだよ、はい、そうなんですよ、いろいろとやってて、まあ、もともとはそれこそこの地域、あの近いんですけど、葛飾区のあれですよね、アリオで、アリオとか、そうね、カメアリフェスティバルで出会って、はい、あ、そうなんですね、はい、あ、そう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 ですよね、あ、そう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 、そうなんですよ。お互いバンドやってて、あ、はい、あ、え、バンドやってたんですか。そう、もともと俺バンド、あれ、それ知らない、言ってないの。もともとあのエレキギターで、そうだよ、アコースティックギター弾いたの2年前ぐらいから。じゃあ最近じゃないですか、うん、だから弾けないのギター。いやいやいや怖い怖い、まあ、確かにアコギの方が大変なのは大変ですよね。そう、大変です。全然わかんない、だからまあなんか雰囲気で弾いてる。いやいやもう、いや、そんなこと言うな、さっきも雰囲気でかっこよかったね、マジで大概かっこよかったね。え、本当ですよ、本当だよ。おいおいもっちょるもっちょる、悔しい、すいません、すいません、ね、大体のまず、まず雰囲気からいくし、もうカッティングもすごいし、確かに確かに、まあ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  ね、弾けないとは言いつつ、ね、うん、できちゃう持ってるんです、ね、それが売りだそうですよ、はい、よろしくお願いします。これも踏まえて、よろしくどうぞ、はい、ね、あ、そうなんですね、はい、そうなんですよ、ずっとね、まあ、で去年の夏、うん、あ、そうかそうか、じゃないか、はい、まあでも去年、ね、そうそう、まだ出会って1年ぐらいなんで、はい、やっぱ知らないですよね。知らないですね、まだ知らない。まだそんな人はいけないな、じゃあまだそれはまずいわ、知らないのに小馬鹿にしてる、小馬鹿にしてるって、それそうそうそう、それ良くないな、それは。そうそう、申し訳ございません、大丈夫だ、全然いいよ、本当に。投げてください、スタンプとか送ってくるから。送られてこない。あ、そうそうだ、 LINE にして、また番組終了しね。もう誠司さんがもうどんどん傷ついていっちゃうから、傷ついて、やめましょう、やめましょう、若干ちょっと涙ぐんだ。はい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 、ねえ、本当に。でもライブも本当にやってて、で、まあ要は去年でした、出したあのアルバム、一昨年ですね。あ、どうですか、はい、もうそんなになりますか。一昨年になっちゃいました。あ、去年はいろいろライブ行ったりしたんで。ということは、じゃあその出たばっかりの時に来ていただいた。そう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 、9月に出したんで、はい、で、多分その翌月10月ぐらいに来てるんですよね。そうですよね、はい、はい、でも1年以上経ってる。早いですね。で、なんかこの間ハロウィンだったのにもう年越してるみたいな。そう、なんかもうあっという間ですよね。年末はもうあっという間ですね、スカッていきますよね、はい、あ、そうなんです、ね、です、はい、じゃあもうヒッチハイクとかしてたのももう2年前、ね、2年前の、そうです、一昨年の夏です、ですよね、はい、最近は、最近はそういう旅っていうか、はい、ライブのとこにやってないですか。地方行ったりはしてますけど、そのなんか旅みたいなのはあんまりないですね。おー、しっぽりやってさ、最近だとどこら辺、遠くてどこら辺行ってたんですか。遠くて栃木県ですね。地元じゃないですか。一番最近は栃木県です。栃木行って、はい、感覚がわかんないんですけど、ライブハウスとかって盛り上がってるもんなんですか。あ、結構ありますよ。あ、そうなんですか。駅前はやっぱそこそこありますよ。ちょっと離れてし、車で30分行くとサーンっていう、サーンっていう景色ね、ツンみたいな、そう、そこをして田んぼパン、あ、田んぼパン、まあ広がる田園、そうですね。なるほどなるほど。だけどやっぱ駅前とかやっぱ栄えてますよね。まあそうですね、そうなんですよ、はい、あ、ただその自分の、まあ事務所というか、おっしゃったレーベル会社の方も宇都宮でやってる方が、あの、やってる方なんで。あ、そうなんですね。そうなんですよ。で、あそこウィンズベリーラジオってあります。ウィンズベリーじゃない、ベリーズラジオ、あ、栃木、違う、違います、な、 76.4 ですよ、ね、ウィンズベリーじゃなくてレディオベリー。そうそう。全然 なんとなくね、なんでベリーはあってましたね。あ、ベリーあったの。なんでウィンズさんなの。レディオベリーです。ハンバーガーって面白いな。そうそうそう、それはその番組やられてる方なんですけど、あ、ちょっとじゃあ後で紹介します。あ、分かる。欲しいな、欲しいな。すごいすごいですね。すぐすぐね、すぐね、うん、そういうところ変わってないね。あ、変わってないですね、しっかりね、投げていかない、あ、そうですね、ガバガバ解説解説。一緒ですからね、今後ね、はい。何の話してんだけどねえ、はい、で、それでこれをこの、じゃあ、うん、この後の感じはもうほとんどそのアルバム対象のツアーだったりとか、そうですね、
去年は結構そのライブの年だったんで、リリースは全然去年してないので、はい、ライブ年間約100本やって、100本すごいですね。そうなんですよ。で、うん、2月、3月、6月、9月、12月とワンマンですね、はい、年間すごいですね。ワンマン5回やってすごいねっていう感じの年にしました。まあライブ中止に行こうってずっと言ってたんで、はいはいはい、なのでまあね、あんまりやんないことをやってっていう方がいいかなと思って、うん、ライブ中心の年でひかるちゃんと出会ったって感じです、ね。ああ、はい、なるほど、はい、そういうね素敵な出会い、運命的な出会いですね。運命的です。なるほど、ね、ディスティニーです。ディスティニー。はい、ええー、そうなんですね、はい、まあでもそっか、じゃあその間にそのライブやってる間に新しいものとかっていうのはそのライブの途中でやったりとか新曲とかやってます。新曲はもちろんやってました。そのライブごとにライブアルバムを作ってったんで、うん、ライブアルバムは4枚リリースですね。収録ライブ、そのライブすごいですね。アルバムを出すっていうの、まあ、4枚目まだ出てないんですけど、はいはい、もう3枚は出て4枚目は今月に出る予定です。あ、なるほど、ぜひ、ね、12月のライブアルバム、これはあのやっぱり各会場で売ってる感じですね。そうですね、ライブ会場で売ってますので、ぜひ皆さんが買わないと僕がどん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 あの痩せていくのでぜひよろしくお願いします。なんか目が悲しくなって若干ちょっとまたまたって言いたいことだけど、ちょっとリアルだったわ今。結構ね、言い方もね、言い方もね、演技入るからうまいの、いろいろなんかもう上手すぎて、盗んだ方がいいよ、ちょっと行動力もありますね。あ、でもそれはすごいと思いますよ、ね、そんな褒めないで、そんな。じゃあバカにします。いやいや早いな。その味欲しいぐらい。そういうところがね。そうそうそう、まあでもいいじゃないですか ね、いいですね、はい。でもなんか最初のその印象まあ、はい、あったと思うんですけど、ライブとかやってみて、はい、どうなんですか、やっぱその自分でライブでいろいろやってると思うんですけど、うん、違うもんなんですか、そのイベントごとで印象っていうのをやってみて。印象ですか、うん、うん、やっぱかっこいいのは相変わらず、うん、なるほどね。なんで笑ってんの。なるほどね、いやちょっとあげとこう、あげとこう、どうぞどうぞ。かっこいいのは変わらずで。でもな、え、ちょっと待って、な、そイベントで何グループぐらいやってるんですか、そういう出会いは。え、何グループどういうことですか。 何アーティストぐらいでイベント組んでるんですか。いや日によってですけど、少ない時は4ぐらい、多い時は8ぐらい。あ、そんなに、はい、その時、え、8だったの、8の時じゃなくて。この前のは5、6人いたかな、うん、それ3時間ぐらい、3時間、まあ25分とか持ち時間、まあ、20分とかをみんなでやるみたいな感じでやってます。そうですね。どうですか、不安とかいろんな方が来ると思うんですけど、はい、うんうん、自分のものにしちゃう感じですか。いや別にそんなことない。全然そんなことない。しっかり僕は僕のライブをするだけなんです。あ、なんですか、急に。こういうことを言うね、ちょっと今すかしたよね、なんかね、俺の話題ね、そこはね。ああ、そうね、自分は自分のライブをしっかりやるっていうのがね、やっぱ使命なんでね。はい、自分のライブをしっかりやるから使命なんでね。3回ぐらいいたね、はい、あ、こっちのカメラじゃない。ああ、いやいや、いろんなところいろいろありますけどね、はいはい、あ、そうなんですね。いや、自分も最近本当ライブやってないので。あ、やりましょう。ねえ、なんかね、やりたいなと思う。ユニット組みますか、じゃあ。聖水&勇気で。いやいや、だったら勇気&聖水。俺も前出ないから。意外とシャイボーイだから。いや、いいじゃないですか、ね、もしくは聖水&勇気&光る。ああ、そうね、めちゃめちゃ長いじゃないですか。いいじゃないね。大丈夫ですか、収集つきますかね。大丈夫です、まとめてくんで僕が。あ、さすが、そこら辺はお願いします。そこはちゃんとついてきますので、よろしくお願いします。ねえ、で、まあ、ライブはまだ今後も続いてるわけですよね。そうですね、とりあえず3月いっぱいぐらいまでいっぱいあるんで、もう告知も何もないです。明日もライブですし、まあ、来週もライブですし。だから今回も急遽お願いしたんです、実は。あ、そうなんですか。アテンド的にはちょっとやってくんないみたいな。そしたら、いや、ちょっと忙しいんですけどって。だからその時は空いてたらしいから、じゃあ行きますみたいな。いや、そこはありがたい、うん、普通休むじゃん。そうですね、うん、いや、もう誠司さんの頼みを断れないもん俺。あと怖いわ俺。もうそんな、そんなに一回歌詞作ってますから、これでね。あら、それはそんなことないですか。そんなことない、はい、あんまちょっといやらしく見えちゃう。はい、ああ、そうね、だからその間に来てもらって、で、明日もライブ。明日もですね。明日はどこなんですか。明日高円寺です。あ、じゃあもう本当に最近は都心とかが多いですか。そうですね、明日は高円寺で、その次の週は新宿なんで。へー、はい、
ちなみに、はい、それ自分のあれなんですか、やっぱイベントというか。そうですね、基本的には。じゃあもう各ライブハウスの方々とは本当仲いい感じなんですね。まあまあ仲いいところもあれば仲良くないところもありますけど。あらえ例えば。いや仲悪いわけじゃないですけど、うん、別に仲いいところは仲いいですけど、別に普通のところは普通みたいな。いや最近のさ、お世話になっておりますから入るみたいな。まあまあそう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 ですね。けどお疲れっすもあります。あはいはい、はい、あまあそういう感じのフレンドリーのところもある。全然ありますよね。いや最近のそのライブ会場事情がさ、はい、なかなかちょっと疎いからどんな感じなのかなと思って。ね、全然で今バンドが少ないですからね。あ、そうなんですか。アコースティック系の方が多いですよね。バンドってお金かかる、リハーサルもお金かかるし、はい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 、スケジュール合わせないといけないし、機材買わないといけないとかいろいろあるじゃないですか。あります、アコースティックだったら1本あればなんとかなるんで、ね、家で練習できちゃうしみたいな。あ、まあ確かに。結構アコースティックのミュージシャン増えてますよね今。ぶっちゃけ、まあ、今までそのエレキだったじゃないですか、はい、もう今ほとんどアコギ、もうアコギエレキなんて全然弾いてないです。あ、そうなんですか。あの帽子かかってますヘッドにエレキの。あ、そうなんだ、はい、帽子かけみたいになってます。もともと自分もそうなんですけど、やっぱギスタリストとして隣でボーカルがいて隣で弾いてたと思うんですけど、前も話したかもしれないけど、その真ん中にいていたと、あのいて自分が脇であの弾いてた時と、今メインでやっての感覚って違います。まあ、全然違いますね。まあ、歌はもちろんね、うん、でもそのバンドの時だって歌を歌ったじゃないですか。そうですね、うん、だ責任感が違うなってなりますね。あ、本当。2人でやったらどっちかがミスしても2人の責任じゃないですか、はい、だから言い訳できるんですけど、1人だったら言い訳できないじゃないですか。もう自分のミスは絶対自分のせいだし。まあそうですね、うん、だからそれはあれ、責任感は強くなったなっていうのはありますね、1人でやって。あ、そういうもんなんですね。そうですね。だからまあでも一人にね、やっぱやって、うん、まあ1年2年ぐらいやってみたんですけど、最初やっぱ分かんないこともあって、はい、MC がまず2人で喋ってたんで、あ、そうかそうか、分かんなくて、うんうん、どうやって喋ればいいんだなと思ったんですけど、一、うん、人になってから、あの折れない心が鋼の心がね。さっきの感じも良かったよ、大概良かったよ、うん、MC ね。ね、素晴らしいですよね。いや前も良かったんですけど、うん、バランス的にも良かったし、でも全然その感じさせないような一人でも、うん、なんかずっと一人でやってたんだぐらいな、うん、本当にそう思ってました、うんね、だからまだソロになって2年経ってないんで、はい、そういうふうに言うと驚かれます ね、 で、 すね。でもやっぱそこはやっぱあるんで、また出た、はい、またそういうこと言うから俺は導いてんだ本当にごめん反省。そっか、いや反省なのそれ反省あーまあね。てか誠司さんが MC になったんですか、うん、この番組って。いやちょくちょく出ようかなって気が向いたら。そうなんですね。そう、いや本当はもともとはね、昔はもちろんボーカルがやってて、ね、はいはいはい、訳やって脱退しちゃったから、はいはいはい、そっちは遠くの方行っちゃったからさ、はい、だからまあ最初は自分でやんなきゃいけないかなと思ったんですけど、はい、そうなってくるともうねオペレーターがいないじゃないですか。あ、はいはいはい、今ちょっとね最近来てもらってる、はいはいはい、川原さんというオペレーターさんがいますんで、ミスター川原が、ミスター川原が、あ、それいただこう、それミスター川原がいるので、あ、いいです、かっこいいです、ね、かっこいい感じで、うん、いるので安心して。あ、そうなんと言ってもこうやって出るのは去年にだからひかりちゃんの時に1回ね。そうですね、ゲストで出ていただいて、それが久しぶり、はい。あ、じゃあたまにしか出ないんですね。誠司さんレアキャラなんですね、ここで喋るの。まあそうです、ね、そうなんです。よかったです、レアキャラに巡り合えてよかったです本当、はい、ちょっと嫌気させてない俺前ね、誰だっけな、誰かに言われたんだよな、普段女の子が多いんですよ、はいはいはい、MC ね、はい、で、たまたまいなくて自分が、まあはい、MC できて一人でやったんですよ、はい、じゃあその時に言われたのがあれって言われてちょっとショックですね。ショックで2回目来てくださった時に、はい、その女の子が MC だったんですよ、はい、あれって今日女の子ですね、いや普段からそうで、いや俺の時誠司さん一人でしたよって言われてあの時ちょっとって言われたからと思って頑張った頑張ったまあまあまあしょうがないですね。ねえ、はい、やっぱりね、まあ、花ありますけどね、女性の方がやっぱり。そうかね頑張ろう、はい、ちょっと大丈夫です、俺はこれからちょっといじる、応援してます。そうそうそう、花を咲かせとけばパッカー、それアホじゃないのパッカーって花を咲かせとけば大丈夫、はい、咲かせます、はい、頑張ります、はいはい、というわけでね次行きますか。次行きましょう。メールが来てるんですよ。あ、はい、じゃあメールをね紹介したいと思います。読めよ、プレッシャー、頑張ります。あ、そういう仲なの、誠司さん、鈴木さん、こんばんは。もう一回笑っちゃう。最初から行こう。大丈夫。
セイジーの時点でもう笑ってたからね。そう、うん、俺がおかしいのそれ。いやいやいや大丈夫です、大丈夫です。どうぞ。はい、はい、メールを紹介します。セイジーさん、鈴木さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ゆきさん、こんばんは。こんばんは。早かった、早かった、早かった。鈴木さんじゃないよ。斉藤です。斉藤です。こんばんは、久しぶりです。デニコです。はい。はい、わかりますか。はい、ゆきさんの歌声は男の色気があり、ゾクゾクします。あらら。あらららあ。特にシスターは、はい、気だるさと色っぽさが相まっていいですね。あららららあらら、はい、安定感のある歌声を楽しんでます。はい、ありがとうございます。さて、今日は何の日？お、来ましたね。今日は手洗いの日です。指が5本あり、1月15日の15をいい手と語呂を合わせて、 なんか無理やりって感じですが、手洗いはしてますか？インフルエンザは流行ってますから手洗いしてくださいね。ゆきさん、これからも色気のあるミュージシャンでいてください。それではまた、バイチャ。ありがとうございます。はい、いや、手洗いの日だったんですね。はい、ありがとうございます。手洗いしてますかって、あの僕、ね、かなり手洗いとか喉とかには結構気をつけてますね。絶対手洗い、もうちょっとコンビニ行くぐらいでも帰ったら手洗いぐらいはしてますね。すごいですね、もうボーカリストじゃないですかね。そうですね。声出ないと何もできないでも。さすが。ああ、そっか。さすがに。大事ですね、声は。あと僕喘息持ちなんですよ。あらま。っていうか喘息になっちゃったんですよ、去年ぐらいから。え？なんか音なるもんなんですか？なるみたいで。いい音。誰でもなると思います。だからあの吸入器はいつも持ち歩いて。大変ですよそれ。はい。まあ大丈夫、すげえ大丈夫なんですけど。はい。でもなんかたまになんかこう苦しくなる時あるんで。大変。なんか最近、ちょっと待ってください。OKOK。びっくりした、俺。え、なんか出すのかなと思ってたんがね。あ、びっくりした。俺なんかびっくりした、今。今なんかね、生まれそうでした。生まれそうだったね、今。なんか出ちゃったみたいな。卵出んのかと思った。そうそうそう。そうそう、ちょっと待って。はいはい。じゃあね、こちらのコメントも来てますんで、紹介したいと思いますよ。はい。2人のダンス、かわいい。あ、ありがとうございます。先オープニングの ねありがとうございます。はい、ありがとうございます。ゆうきさん、顔もイケメンだし声も、うん、歌も最高。はい、ありがとうございます。助かります。知ってます。自分で書いた。自分で書いた。ライブしたから書けないね。さすがに携帯打てないから。さすがに最高だよ。最高ですね。ありがとうございます。あ、声が治ったんで。なんだい。はい、今日あの地元に、私静岡出身なんですけど、静岡の病院に行きまして。今日今日行って今日帰ってきたんですよ。はい、私もアレルギーがありまして、あれちゃん、そうそう、あれちゃん、ホコリとか花粉とかで、それでなんか最近花粉とかも多いから喘息になりやすいって言われました。ああ、そういうことね。うん、そう、喘息になりやすくなりますよって言われて。気をつけてねって。そうそうそうです。花粉ってでもこの時期もあるんですか？なんか常にあるらしいですよ。常にありますね。あー、そうなんですね。いや、僕は俺今無精だった。でも大変ですね。じゃあ、喘息じゃないですけど、そういうの結構あるんですね。ちっちゃい時は喘息だったんで、やっぱこうやって花粉とか多くなっちゃうと喘息になるかもねみたいな感じです。じゃあまだほら本当にひどい人いるじゃないですか。はい、春先とか。そう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 。あそこにはなんない。そこまでなんない。あー、でもなんか胸が苦しくなるみたいな。それ恋なんじゃないの？ねえ、わおー、そういうつもりで言ってない。赤い実はじけたですか。ね、そうそうそう。もう本当に歌もね、虹がかかってますからね。じゃあそれは恋だったということで。そうね、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。何の話だよ。まあ気をつけてねということで。あ、そう、気をつけて。気をつけらんないよね、言っても。でもね、うがいとかやっぱ大事だからね。そうそうそう。あと水分取るっていうのも、乾燥がやっぱ良くないから。あー、そうですよね。
あ、じゃあ部屋に加湿器とか結構あるんですか？あ、ないっす。ないんかい。そうだ、びっくりしちゃった。そこはないんだ。そこはないんですね。はい、誰か加湿器を噛んじゃったけど、加湿器をちょっと、ね、でもあれはやります。あの生姜、はいはい、と蜂蜜を、あ、はい、喉生姜と蜂蜜を混ぜコップに入れて、うん、お湯ぶっ込んですごい今コップ一回割りましたよね。割ったよね、ガシャンってね。生姜と蜂蜜をコップに入れて、こうお湯入れて混ぜて、はい、飲むっていうのはあのたまにありますね。あ、すごいいいらしいですよ。あ、だから明日から毎日毎日強制的なんだけど、いやでもそういうことしてんの、脳のケアとか。私は生姜を入れるとかじゃなくて、はい、蜂蜜を生で飲みます。はいつも。生でいけるの？熊のプーさんの。そうなんですよ。あらま。あらま。え？そうなんだ。違いますよ。そう、生で蜂蜜 の, あの飲めます？生で。だってこう行くまでになんかドロドロしてるからさ。うん、それなんかお汁の町？お汁の町もう頑張って。ああ来たみたいな。本当に。そのそうここに貯めといて。そのムービー今度セイジさんに送ってあげて。それちょうど。蜂蜜がこう落ちるまでの。います普通。一分の動画を。あんま聞いたことない。生で蜂蜜をそのまま飲むって。なんか、うん、溶いてとまず今生姜もそうだけど、そのまま生の蜂蜜をグビグビっと。グビグビっと。グビグビいかないもんね多分ね。ドローンだもんね。まあそうですね。ドロ、うん、ドローン。え？あと超絶甘いですよね。ですよね。超絶甘いです。え、大丈夫なのそれ。いや、大丈夫。こんなないの、あんまみたいなんないの。あ、なんないですね。あら、あそうなんだ、うん、まあ、若いから。え、そういうもんなんですね。そういうこと。若いから味覚がおかしいんじゃないですか。あ、でも味覚はおかしいかもしれない。それはね、若いからじゃないな。あんまり大声で言いたくないけど。味覚がいかれてんじゃないですか。なんですか。うーん、まあそうだな。そういう感じで、はい、はい、で、まあ告知はないんですか。じゃあそうそうそう、まあ、CD が発売してます。さっきも言ったんですけど、はい、あのどこいつでも売っていつでも売ってるわけじゃないですけど、うん、あのいい感じにいつでもほぼ売ってるので、ライブ会場でぜひ持ってきてますので。あとあれですよね、あの今年なんかコンピレーションアルバムを企画を、ね、春以降にちょっとコンピレーションアルバムを企画してまして、はい、まだその全然今企画段階なんであれなんですけど、まあ、ちょっといろんな、うん、たくさんの十何組のアーティストで CD の1枚の CD、なんかみんなで出せたらいいなみたいな。それやっぱりそのゆっくんの、集まってくれる、そうですね、仲間たちと。やっぱ寂しがり屋なんで、なんかね。あ、そうなんですね。みんなでなんかやりたいなと思ったら、なるほど、そういうのも楽しいかな。でも結構集まってるんですよね。もう十何組も集まってました、ね、なので、まあ、何曲ぐらいなの。え、一人一曲、一人一曲で15組とか。おー、結構なボリューム、はい、ですね。それで4月以降、うん、発売してここのシーウェーブとタッグを組んで、はい、あの宣伝していくっていう。なるほど、そこまで段取り決まっちゃった。決まってます。さすが仕切り上手。はい、いけるね。はい、というわけで、うん、その時の司会はヒカルちゃん。ああ、私ですか。はい、頑張ります。お願いします。そこはちょっと頼むよ、本当に。頑張ります。ライブは3月ですね、はい、3月の24日に、はい、僕のバースデーライブがありますので、うん、ババババババースデー、ババババババースデーが、ババババババースデー、バースデーありますので、よければ 3.24 日曜日ので、日曜日、はい、そうですね、行きやすい、お願いします、はいはい、よろしくお願いしますということで、はい、でここからちょっとこちらの方もね、もちろんどうぞ。じゃあひかりちゃんちょっと、うん、宣伝しちゃっていいんじゃないかな。なんで急に宣伝、いやいやいや、もう全然なんか用意してなかったなと思って。用意しなさいよ。いや、ありますよ。あ、ありますよ。どうぞ。ですね、じゃあ近々の1月の17日に西川口ハーツで、はい、バンドで、お、はい、すごいですね、バンドで歌わせていただきます。はい、あとは、1月の24と25に埼玉テレビと栃木テレビに出演させていただいたので、はい、そちらもチェックしていただきたい。テレビ、へえ、すごい。なんで、はい、なんで出るの。なんかなんかじゃない。いつもシーウェーブの水曜日に、はい、初角谷千歳師匠と、はい、大御所ですよね。そうなんですよ、はい、一緒にやらせていただいて、はい、その師匠の紹介で演歌の 花道という演歌の方が結構多いんですけど、うん、その中で私が、はい、え、歌ったら演歌の。あ、歌は今流れてる初恋とか、あ、すごいですね。へー、はい、そうです。
ぜひぜひ、ぜひぜひ、すごい、いいですね。じゃあちょっと後でその人紹介してください。あ、了解です。若干途中からそれを言いたかったんですけど、ああそうなんとなくね、うん、あ横で見たらなんか言いそうだな、もう決まりだ、また2分前ぐらいからもう考えてパターンとしてきました。そうですね、はい。で、あとあれですよね、番組もこの C-WAVE で、うん、はい、そうなんですよ、ね、明日なんですけど、うん、もうノリノリじゃん、ヒカルちゃん、ノリノリなんですよ、ノリノリなんですよ、言ったら C-WAVE 推しですか、マジですか、そうですよ、ちょっと仕事ください。あ、ゲストで呼びたいと思います。仕事ください、仕事ください、明日から新番組が始まりまして、はい、鈴木ヒカルの今恋してるっていう、あもう前超えちゃった、そうなんですよ、はい、あ、そうなんですね、はい、うん、内容はこれからなんですか、もうちょなんとなく女子トーク的な感じなんですか、あ、そうですね、あ、そうなんですか、恋バナを話そうかなみたいな、あ、じゃあまた、誰かゲストさんとか呼んだり、うん、インタビュー外に出て、はい、街の人に声をかけたりすごいしてみたいな、あ、そうなんですね、はい、すごいしたいと思ってて、ね、あとそれとあれですよね、この C-WAVE で、うん、今普段この番組やられてるのはまあ50分とか1時間なんですけど、はい、ちょっと動画制作にも力を入れようと思って、あ、そうですね、はい、ひかるちゃんを抜擢しまして、はいはいはい、もう本当に YouTuber 的なことをいろいろやってみようかなと、そういう企画もやって、まあちょっと近いね、近いうちに収録とかもやって、うん、はい、そうバン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 、まあホームページ CM のホームページとかで、YouTube でアップしていこうかなと、もう今年はひかるちゃん推しですから、 CM かける鈴木ひかるですね、そうですイコール、はい、何なのかって話、 CM かける鈴木光イコール、はい、勇気も混ぜてください、勇気も混ぜてください、今ちょっとごめんなさい、今ちょっと混ぜてください、今ちょっと振っちゃったなこれ、待ってたみたいな、はいはい、ね、よろしくお願いします、はい、結構役に立つと思うんで、立ちますね、喋れる、歌える、うん、企画できる、できる、全部できるんで大丈夫、はい、すごいですね、その時の目がすごいギンギンしてる2019年頑張っていきます、頑張っていきます、そうですね、これからですね、はい、よろしくお願いします、お願いします、お願いします、で自分もちょっと告知ですか、はい、はい、あとまあ私あのノアというバンドやってまして、12月の5日ですね、去年のね、はい、5日に、ドライバーという CD を出しました、でこちらもう配信の方もやってますし、で、各ラジオ局、FM のラジオ局だったりとか、テレビ局でもその CM として、流れてます、ドライバー、求人、ドライバー求人サイトのドラエバーさんで、流れているので、ここら辺を聞いていただければと思います。そしてですね、それに伴ってですね、ライブ SDD2019 という、ライブがあるんですよね。これ場所は、大阪城ホールなのかな、はい、でこれ、意味がですね、まあ、ストップドランクドライビングということで、まあ、要は飲酒、運転をなくそうというプロジェクトで生まれた、ライブ、もうこう本当に結構有名なライブ、ごめん、アーティストさんとか出るんですけど、その中で、2枠なのかな、ネクストステージって形で、まあ要は新人の方が、ライブを行えるチャンスがあるということで、これ投票になってまして、16日明日から、投票になるので、多分きっとこの、SDD の方のホームページで、載ると思いますので、ぜひノアに清き一票よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。すごい。そうなんですよ。今日うちの相方が大阪で FM でちょっとまた出演したりとかして、各地みんなバラバラで告知をね、やっておりますので、素晴らしいですね、ノアという番組よろしくお願いします。はい。なんとかギリギリでやってますので、よろしくお願いします。いや、ということで、すごいですね。いや、あっという間の、いや、あっという間でしたね、本当に。ずっと喋ってましたね。喋ってましたね。ほぼトーク。ですね、最高ですね、大丈夫ですか、こんな感じで、全然大丈夫、全然大丈夫、もう思い残すことはないですか、あと1分ですけど、ないです、はい、まあということで仕事くださいということで、はい、ね、この3人に、そうですね、ゆうきさんだけじゃないですよ皆さん、ぜひぜひよろしくお願いいたしますということでね、はい、まあこうやって終わっていくんですけども、はい、本当大丈夫ですね、大丈夫です、はい、では明日また番組があるということで、はい、お願いしますくださいということで、はい、じゃあ締めいきましょうか、はい、今夜の千住でクロスエンタメライブはいかがだったでしょうか。この後は8時半から千住でクロス C スタジオをお送りいたします。どうぞお楽しみに。またご覧の皆さんにこの C-WAVE チャンネルのご登録もお願いします。お願いします。ということで本日のゲストは結城斉藤さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組はまた来週、バイバーイ。